さあ、それでは続いて山本投手に伺います。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。攻撃になったのも大盤でしたが、どんなことを考えてたんですか？序盤結構点の取り合いだったので、自分がこの流れを止めてやろうと思ってマウンドに上がりました。まず4回は三者三振の素晴らしいピッチングでした。ありがとうございます。そのピッチングが勝ち越し点の運なんじゃないですか？サードからすごい熱い眼差しがあったので、思い切って投げました。勝ち越した後もその次のイニングをピシャッと抑えました。2イニング0、今日のピッチングどうだったですか？本当にバッター一人一人必死にいった結果が、いい結果につながったので、チームの勝利につながったので、良かったなと思います。そして今日のリリーフ陣を代表して伺います。ジャイアンツ打線をまだの6イニングパーフェクトに抑えましたね。ありがとうございます。ブルペンも含めて素晴らしい勝利だったんじゃないですか？やっぱり僕結構ブルペンの中で若い方なんですけど、先輩方がいろいろ教えてくださるので、必死に毎日取り組んでます。そしてリリーフで掴んだ今シーズンの初勝利、いかがでしょうか？高谷もすごい打ってくれたので、本当にみんなに助けられて、たまたま勝ちが舞い込んできましたけど、良かったです。さあ、それでは来週以降の戦いについても山本さん、ファンの皆さんにお願いします。来週以降も、しっかり一試合一試合勝てるように頑張るので、応援よろしくお願いします。